はようございます。社畜デザイナーのこてつです。転職してもう2ヶ月半が経ちました。じわじわと忙しさが本気を出してきています。入社当初は深淵から抜け出したと思っていましたが、どうやらまだ深淵の5合目付近だったようです。今回の動画は、新たな職場での平日5日間の記録を残しました。楽しくもあり、苦しくもありますが、こんな暮らしも悪くないなと、自画自賛できています。朝は自己研鑽から始まります。朝の脳がクリアな状態で、アイデアを考えたりしています。アイデアを考える時間は労働に含みません。バナナは遠足のおやつに含まない方式を弊社では採用しています。一通り自己研鑽が済んだので、会社へと向かいます。会社付近に着きました。では、労働してきます。ランチは社畜の味方の牛丼を食らいます。自己肯定感が下がりきっているので、牛丼ですら幸せに感じます。労働を終えました。この日はみんな遅くまで残業していたので、僕も空気を読んで遅くまで残りました。出社が多いと処世術が試されます。帰宅しました。帰ったらすぐに晩ご飯を作ります。どれだけ忙しくても自炊は継続しています。最近ソファを購入したので、ご飯も座りながら食べています。ソファのある暮らしは豊かになると信じていましたが、この食事シーンを見る限り、豊かさとは程遠いです。生きるために社畜は必死に餌を食らっています。食後も黙々と作業します。この調子で明日からも乗り越えます。
今日も早起きです。基本会社では仕事に追われていますが、昼食を食べに行くことは許可されています。会社や業務についても少しお話ししようと思います。今の職場はそこそこ社員数もいて、人の出入りもかなり激しいです。毎月5人から10人ほど中途社員が入ってきます。人が増えてきていて活気もあります。そしてみんな志も高く、パワーもあって目には輝きがあります。なぜ僕のような死んだ魚の目をした社畜が入社することができたのか、不思議なくらい人種が違います。ただいろんな職種の人がいるので、居心地の良さは感じています。みんなそれぞれ専門性を生かして活躍している職場です。僕も前職で鍛え抜いた社畜スキルで身を粉にして会社に貢献しようと思います。さらに同僚たちとの関係も良好です。水曜は一緒にランチを食べに行きました。前職ではみんな職場にいる兵士だったので、食事を共に楽しむ余裕は皆無でした。同僚たちとうまい飯を食らいながら話すことの素晴らしさを少しずつ知り始めています。人間になるためにリハビリを積んでいます。最近のお仕事の状況はというと、メインの業務はデザイン全般を行っています。案件規模は前職よりも小さくなり、細やかな業務も多いです。転職したことでやりがいを失い、生きる目的も失うかと思っていましたが、そんなことはなく毎日楽しく社畜できています。むしろ今の業務の方が世の中に必要なことに関われています。さらにデザイン以外にも CM の企画もさせていただいています。実は前の職場でも動画の企画のお仕事はよくやっていました。ただ僕は CM プランナーではないので、動画の企画は苦労も多いです。得意分野でないことでも歯を食いしばって本気で考えるという姿勢で取り組むことでなんとかなります。歯を食いしばりながら労働するのは今も昔も変わっていません。まだ前職よりは理不尽なことは少なく、周囲の人も話せば分かり合えるので、仕事の進め方は楽です。以前は話の通じないクライアントの老害たちを相手にしていました。ただお金を払ってくれるクライアント様は神なので、社内メンバーは介護するような気持ちで老害クライアント様に接していました。広告会社の人たちはホスピタリティが飛び抜けて高いです。そんなことを思っているうちに、あっという間に金曜日が訪れました。今日を乗り切れば土曜日です。
金曜日にウキウキした気持ちになれるのも久方ぶりです。朝の業務を済まして会社へと移動します。心を無にしながら搬送されます。今日の昼食は一人孤独に食らいます。パワーを蓄えて午後の業務に備えます。無事に終えました。会社から離れることに脈拍も落ち着きます。職場の人だらけの空間はなかなか慣れません。奴隷たちの流星街、新橋です。ここでは社畜たちが一週間の鬱憤を発散させるために訪れます。このままでは一週間何の楽しみもなく終わってしまうので、新橋を開拓しようと目論んでいます。無理やりにでも新しい体験をすることで乾いた心に潤いを与えます。うどん屋さんに来ました。大量のおじさんたちがうどんをすすっています。なかなか風情あるうどん屋さんです。ちくわ天うどんと半熟卵揚げを購入しました。この見た目も食欲をそそります。いただきます。うまいです。労働でカツカツになった内臓に染み渡ります。一週間の労働の疲れもうどんの出汁で薄れていきます。中年の社畜ともなると、こういう雑多な飲食店の方が居心地が良くなります。れっきとしたおじさんです。おじさんはもう体力がないので、キロへと着きます。労働者の街を立ち去ります。牢獄へと帰ってきました。家で一人だと喋る相手もいなく、ため息しか出てこないです。最近動画編集しているときに自分のため息の回数の多さを知ってしまい、ヘキヘキとしています。
忙しい日々が続きますが、そんな中でも新しい体験を増やして楽しく生きていきたいものです。風呂上がりに幸福度を底上げするためにホットココアを作ります。牛乳とこの秘密の粉末があるだけで悪魔的な飲料を生み出すことができます。さらにファミマで買ってきたダブルクリームサンドも経口摂取します。血液にココアとダブルクリームサンドが流れていきます。こんな完成度の高いお菓子を作り出すファミリーマートの企業努力に感服します。僕もこの姿勢を見習って日々の業務も全力で取り組みたいものです。あっという間に深夜です。これが社畜の転職後の一週間の過ごし方です。変わり映えしない暮らしをしていますが、毎日小さな変化を楽しみながら生きています。来週からも引き続き頑張ります。おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。